皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、私の大好きなオクラを使った簡単で美味しいレシピ3品をまとめて紹介したいと思います。このレシピね、以前も紹介したものばかりなんですが、その中でも私のお気に入りで、ほんと簡単で美味しいやつ、ちゃちゃっとまとめてね、紹介しますんで、気に入ったものがあればぜひ作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。おれー、それでは材料から紹介させていただきます。オクラ1パック、ベーコン1パック、マヨネーズ大さじ2杯ぐらい、チーズ適量。材料は以上です。まずはこちら、オクラの下ごしらえから行います。このね、切り口のところと額の周りの硬いところを取り除きます。あいよー、こんな感じでヘタを切り取ってください。そうしましたら、このオクラちゃんね、はい、こんな感じにちょっと広げていただいて、はい、お塩一つまみ表面にパラパラっと振りかけてください。そして、はい、コロコロと転がすこのまな板の上でお塩をかけてコロコロと転がすとね、オクラの表面の産毛が取れますんで、はい、軽くで OK。 全体的にコロコロ転がして板ずりしてください。まあ、30回ぐらい転がしたら OK です。はい、OK。 そしたらさっと表面を水洗いして水気を拭き取ってください。それで下処理は終わりです。はい、下ごしらえしたオクラ、適当なサイズに切り分けます。まあ、今回は食べやすいようにね、こう斜めに半分にいっときましょう。ちっちゃいオクラならそのままでもいいですしね、大きかったら3つぐらいでも構いません。はい、ポンポンと切ってください。はい、 OK。 そしたらこのオクラちゃんね、耐熱容器の方に入れてください。はい、こういうね、グラタンのお皿みたいなのがあればいい感じにできますんで。そしたらこちら、表面にふわっとラップします。よっと、はい、この状態で電子レンジ 600W で1分加熱してください。はい、お次はベーコン。まあ、これは適当に食べやすい大きさに切ってください。はい、このハーフカットのベーコンやったら4等分ぐらいでいいかな。はい、こんなもん。はい、こちら、レンジで1分加熱したオクラね、もうこれでほとんど火は通ってます。結構オクラってね、レンジで加熱すると早いです。そうしましたら、ここへ、はい、マヨネーズ、ビュービュービューっと適当に大さじ1、2杯。ほんと感覚で OK。そして、先ほど切り分けといたベーコン。はい、これバラバラにしながら入れてください。じゃあこれね、この耐熱容器の中で OK なんで、しっかりマヨネーズを全体に絡めるように混ぜ合わせてください。別にね、ボウルなんかで混ぜ合わせていただいてもいいですけど、ちょっと洗い物増やすの嫌なんでね。ほんともう適当に全体にマヨネーズが絡むように。はい、こんなもんで OK かな。ささっとね、マヨネーズが絡めば OK です。ああ、もうこれだけでもめちゃくちゃええ匂いするんでね。マジ食欲刺激してくるわ。はい、OK。じゃあちょっと形を整えたら、この上からもうチーズを好きなだけかける。はい、ババババーっとね、スライスチーズみたいなものを乗せていただいても構いませんしね、こういうピザ用のチーズなんかをかけていただいても OK。 はい、もう結構たっぷりいっとこう。マジでチーズ美味しいんでね。はい、これで準備完了。この状態で、あとはオーブントースターを使って表面のチーズがね、香ばしく焼けるまで焼いていきます。はい、トースターにセット。まあ、だいたいね、7、8分ですかね。表面のチーズが香ばしく焼けたら OK なので、様子を見ながら焼いちゃってください。はい、よー、焼けました。見てこれ、めちゃくちゃうまそうちゃいます？おれー、最高。じゃあ食べよう。あいよー、見てもチーズもとろけてめちゃくちゃうまそう。あやとお好み黒胡椒かけたり、はい、こういうね、乾燥のバジルやパセリでも OK。 はい、パラパラっといっとこう。これでね、風味と刺激が加わってマジでやばい。それでは、キュームアップをいただきます。それでは材料から紹介させていただきます。オクラ1パック、めんつゆ大さじ1杯、今回2倍濃縮のものを使います。カレー粉小さじ1/3。はい、こちら小麦粉と片栗粉各大さじ1杯ずつです。おろしにんにく少々。材料は以上です。
はい、まずはオクラの下ごしらえからしていきます。こちらね、ネットに入れたままで構いませんので、流水に当ててゴシゴシと洗っていきます。はい、ネットに入れたままね、ゴシゴシゴシとこう転がすようにもみ洗いしてください。はい、これで表面の産毛ね、綺麗に取り除けます。まあ30回程度で OK です。はい、そしたらこちらしっかり水気を拭き取ってください。はい、お次はこのオクラの頭と先っちょを少し切り落として、この額の周りの硬いところをね、くるくるっと剥き取ってください。はい、この鉛筆削る感じ、よいしょ。はい、こんな感じでね、すべて硬いところを取り除きます。オクラの下ごしらえをしましたら、ビニール袋などに入れてください。今回ね、丸ごと1本いきますけど、もう少しね、半分ぐらいに切っていただいても構いません。そうしましたらここにね、めんつゆ、はい、カレー粉、おろしにんにく、こちらね、全体に揉み込むようにしながら絡めていただいて、ちょっと下味をつけるために10分から15分ね、このまんましばらく置いてなじましてください。はい、まずはね、味を絡めてなじませる。はいよ、10分しっかりなじませたら、オクラの方に下味が入るんでね、ここへ用意しておいた小麦粉と片栗粉をすべて入れてください。はいよ、そしたらこれ全体的にね、フリフリしちゃって、この表面にまとわす感じ、はい、ちょっとオクラからもう水分がにじみ出てくるので、ねちょっとした感じのね、衣が表面にまとわりつきますんで、いい感じにね、粉が混ざって全体的にねちょねちょっとしてきたら揚げ頃です。はい、こんな感じですね、ドロッとした衣が表面にまとわりついたら OK。 はい、こちら今回フライパンで揚げていきます。油の量はほんと少しで大丈夫、鍋底一面に広がるぐらいで OK です。中火でまずはしっかりと温めてください。はいよ、全体的に温まったら、はい、この衣をまとわしといたオクラ入れていってください。この時ね、場所を離しながらひっつかないようにして入れてください。このねちょっとした衣がひっつきやすいんでね、場所を離して入れていきます。はい、こんな感じですね、よいしょ。あとはこちらね、軽く油を移動させながら、表面をコロコロ転がしながら、カリッと香ばしくなるまで揚げていってください。油の温度が低いとね、カリッとならないんで気をつけてください。ただ油の温度が高すぎても、あっという間に真っ黒になって焦げちゃうんで、ちょっと様子を見ながらいってください。はい、コロコロ転がしながらカリッと香ばしくです。見てもすでにうまそう。はい、全体的に表面がサクッと香ばしくなったら OK。 じゃあ盛り付けていって食べちゃいましょう。はい、完成、オクラの唐揚げ、これマジでうまいんでね、ぜひ一回作ってみてください。それではキュームをいただきます。それでは材料から紹介させていただきます。オクラ1パック、豚バラスライス、オクラの数に合わせてください。2倍濃縮のめんつゆ大さじ2杯、バター 10g、 おろしにんにく少々。材料は以上です。まずはこちらオクラの下ごしらえからしていきます。はい、こちらのオクラね、流水に当てながらネットに入れたままでいいので、はい、コロ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 転がしてください。まあ3、40回、こうすることで周りの余分なね、産毛きれいに取り除けちゃいます。はい、こんな感じでね、ゴシゴシっといっちゃってください。よいしょ、もう簡単で OK。 そしたらこれしっかり水気を切っちゃう。こちら水洗いして産毛を取り除いたオクラちゃんね、この先っちょとこの切り口のところ少し切り落としてください。そしてこのね、額の周りが硬いので、これくるくるっとね、包丁で一周剥き取ってください。あの鉛筆のような形、はい、こんな感じね、これすべてやります。ほら見て、オクラの産毛も全然なくなってる。このネットに入れて洗うっていう方法すごいよね、考えた人天才ちゃうかな。はい、この硬くなったところをくるっと剥き取る。はい、こんな感じ、これでオクラのね、下ごしらえ完了。
はい、こちら豚肉ですね。下ごしらえしたオクラをこの豚肉でくるくるっと巻いていきます。もう適当で OK。 はい、こんな状態。これをね、すべて作ってください。はい、豚肉を広いて置いていただいて、もう端からくるくるっとね巻き込んでいく。てててーっと、はい、たったこれだけね。これマジでうまいっす。はい、こちらオクラの豚巻き。はい、こちらね、豚肉で巻いたオクラ耐熱容器に入れてください。そこへニンニクね、はい、ちょこっと入れます。そしてめんつゆ、はい、これも全体的に回しかけながら入れてください。そしてバター、はい、準備完了。そしたらね、これ表面にラップをふわっとかけてください。よいしょ。はい、この状態で電子レンジ600ワットでまずは2分間加熱します。はい、レンジにせー。まずは2分間です。はいよー、今ね1分間レンチン終わりました。あ、ごめんなさい、2分です。そしたらこれラップ外していただいて、はい、もう一回ラップ使うんでね、捨てないでくださいね。よいしょ。はい、全体的に味が馴染むようにこのオクラの上下をひっくり返してください。はい、こんな感じ。あの、はじめ巻き終わりを下にして入れていただくといい感じにね、ほどけずに火を通すことができると思うんで、はい、1回目のレンチンが終わったらこんな感じ、上下を入れ替える。これで全体的に味が馴染むんでね。そしたら再びラップしてください。よいしょと。はい、ここでね、ちょっと全体的にこう揺すっていただいて、ニンニクとバターを馴染ませる。はい、この状態でさらに2分間レンチンです。はい、さらに2分、美味しくなってね。はいよー、完成。見て、ぐちゅぐちゅでうまそう。はい、もうこのままね食べていただいてもいいんですが、今回ちょっと盛り付けちゃいましょう。はいよー、完成。オクラの肉巻き、レンジで簡単に作れて美味しいです。はい、私はよくねおつまみなんかにするんで、一味の刺激をねパラパラっと加えて、マジ最高。それでは、キュームをいただきます。はい、ということでね、どうですか？お気に入りのレシピ見つかりましたかね？どのレシピも簡単で本当に美味しいので、マジで一回作ってみてください。やっぱりね、オクラは栄養価も高いですし、夏には食べといた方がいいですね。うますぎ！